こんにちは。サーバーワークスチャンネルです。AWS プレミアコンサルティングパートナーであるサーバーワークスが提供するこのチャンネルですが、AWS を利用する皆様に役立つ様々な情報を配信しております。ということで、今日も AWS アップデート放送を配信してまいります。サーバーワークスの AWS エンジニアが集まって、AWS の最新のアップデート情報の解説を行っていきます。司会の加藤です。よろしくお願いします。山中です。よろしくお願いします。小倉です。よろしくお願いします。そして今回コネクトのアップデートがあるということで紹介にですね、初めての登場ですね、コン君に来ていただいてます。軽く自己紹介お願いしていいですか。サーバーワークスの技術4回所属しているコン・ユンベと申します。よろしくお願いします。新卒でサーバーワークスに入ってきまして、本配属の時から技術課に配属されて、コネクトを中心としていろいろなコネクトの POC をやったり、もしくはコネクト上で開発をしたりするような業務をメインとして担当してきました。本日はよろしくお願いします。今日も早速始めていきましょう。ではまず最初のアップデート見ていきましょう。9月の17日のアップデートで Amazon Connect がインスタンス管理用の複数の API を発表ということで、こちら早速コン君発表いただいていいですか。今回ですね、 Amazon Connect のルーティングプロファイルの更新と作成を行うための API と、そしてもう一つが Amazon Connect の問い合わせフローを管理するための API 複数、こちら作成と説明、そして更新と公開用の3つ4つの API を公開したという発表内容となります。でこちらに関しては私の方で書いたこちらのサーバーワークスのブログの方に詳細を記載しておりますが、こちらですね、どのようなことが今回のアップデートでできるのかと言いますと、従来はですね、こちらルーティングプロファイルに関してですが、ルーティングプロファイルを更新するときに、従来は API がなかったので、更新するとなったら手動で直接更新するしかなかったですね。でこのような状況ですと、例えば急にある電機メーカーさんで、例えば掃除機とカメラを電話に出るためのルーティングプロファイルがあったとしたときに、急にある日予想もされてなかったカメラに対するお問い合わせが急に殺到したときに、急なスパイクが達成したときは、そのスパイクが達成したことを認知してから手動で変えるようなオペレーションになるのかと思います。で今回のアップデート内容の中で、こちらアップデートルーティングプロファイルキューズというものを使っていただきますと、急なスパイクが発生したときに、それに応じてカメラの対応できるような人員が急激に減ってしまったので、こちらアップデートするようなコードを事前に書いておいて、それをそのまま流すようにしとけば、こちら優先度を上げたり遅延の秒数を減らしたりすることで、自動的に対応ができるようなこともできたりしますね。ですのでコールセンターの運用において、より自動化することができたり、あとより動的に値を変更することができたりするようなことがメリットとなります。あと問い合わせフローと関してもですね、作成する際に今回 API を経由して作成することができますので、値など動的に変更したいという要望があったときに、環境に合わせて問い合わせフローを作成するときに値を環境に応じて変えたりすることも、コードを使って作成できますので、こちらも大きなメリットになるのではないかと考えております。はい、ありがとうございます。ちょっとルーティングプロファイルの部分がちょっといまいち分かってないんですけど、はい、優先度を変更してスパイクに対応するとかがプログラム使って簡単にできるようになるっていうお話なんですかね。そうですね、カメラ、例えば今回例として挙げているのはある電機メーカーさんで、カメラ掃除機を優先的に担当するエージェントで、オペレーターであってもカメラの方も対応できるようなルーティングプロファイルを想定しています。はい、で本来であればこちらは掃除機をメインとして担当している方なので、優先度を下げて、ですぐ電話が来たら出れるような設定をしていますが、今回なぜかわからないけどカメラに急な問い合わせが殺到してきたというケースがあったときに、従来であれば急に電話が来たということを認知してから手動でこちらの優先度を1に下げたり、遅延の時間を20秒に下げたりして対応することが従来のオペレーションになるのかと思います。で今回ですと、例えばメトリックを取ってきて、そのメトリックを見てカメラのお問い合わせが急に殺到してきたということをプログラムで検知できたら、そのプログラム上でアップデートルーティングプロファイルキューズという API を叩いて、こちらの優先度を下げたり遅延の時間を下げたりすることで、人が手動で変えなくても自動的に その時に応じて対応ができるようなことができる、コールセンターの自動化システムを作成することもできるようになります。ルーティングプロファイルって、そのエージェントの対応順というか、ルーティングプロファイルって何の設定値でしたっけ。ルーティングプロファイルは何か、こちら Q となりますけど、コネクト、Amazon Connectで使用している Q が複数あって、こちらの Q にどんどん電話が溜めていくような
イメージとなります。このルーティングプロファイリングに関しては、こちらの例えば掃除機の Q に電話が入ってきたら優先度がとても高くて遅延度も低い、遅延も0秒なので、電話が入った瞬間にこちらのルーティングプロファイルに所属しているコールセンターのオペレーターにすぐ電話が行くような設定になっていますけど、カメラに関しては優先度も低く、また遅延時間も60秒ありますので、カメラの Q に電話が入ってきて、で60秒が経ってもカメラに入ってきた電話の電話が処理されていなかったら、こちらのルーティングプロファイルに所属されているエージェントにも電話が行くような設定を行うためのものとなります。エージェントに紐付けるもので、対応する Q を、まあ、優先度と一緒に設定することができるのがルーティングプロファイル。はい、で、はい、その優先度の順番とかを今回の API でアップデートすることができるんで、製品ごとに Q を作っていたとしたら、なんかカメラの対応がやばいってなったら、そっちに人を向けるみたいなことが簡単にできるようになるっていう、そういう感じですね。あ、なるほど。そういうことを自動的にできるようなシステムを構築することができるようになります。なるほど、なるほど、ありがとうございます。結構運用上メリットありそうですね。そうですね、運用上でメリットがいろいろあるのかと思いますね。結構自動化することができたりすることがメインのメリットになるのかなと考えております。わかりました、ありがとうございます。あともう一個が、フローも API で管理できるようになったんでしたっけ。そうですね、今回お問い合わせフローに関しては、作成と説明と更新、そして公開を API を経由していただくことができるようになりました。説明って多分ディスクライブだから、情報を取得するってことですよね、きっと。先生、ディスクライブ説明、はい、そのままではないですけど、はい、はい、了解。あ、なるほど、そっか、公開もできるんですね。そうですね、ですので、この日に公開したいという設定をしておいたりすることもできますし、あと例えばそうですね、お問い合わせフローを作成するときに、これはまだ公開したくない環境においてのお問い合わせフローなので、一応作成だけしといて様子を見るとか、コードだけで管理しておくとか、そういうこともできるようになりますね。今回のアップデート見たときに、なんかメタ情報の変更とかなのかなって最初ちょっと思ってたんですけど、コンタクトフローの実際のブロックの中身というか、はい、こういうブロックが並んでてこういうふうにつながってるみたいな部分もちゃんとアップデートできるのかなっていう。そちらもできるようになります。実際作成するときに1個注意点がございまして、このフロー図を作成するための記述言語といいますかね、 JSON で作成するんですけど、この書き方がこのような感じになるんですね。どこの位置に何があってみたいな感じで作成していくことになるんですけど、まあ、これは手書きで書こうとするとおそらくもうできなくなるのではないかと考えておりますので、一回手動でこのようなフローを作成し管理したいとのであれば、一回手動でこのようなフローを作成して、そこから今回新しくアップデートされたディスクライブの方ですね、こちら説明の方なんですけど、ディスクライブコンタクトフローを叩いて、でインスタンス ID とコネクト ID、フロー ID を設定すれば、こちらの情報が取得できるようになります。ですので、そのような管理の仕方になるのではないかと考えています。なるほど、なるほど。ちなみにコネクトって、昔からフローのエクスポート機能ってあったじゃないですか。あれの中身とこれって一緒ですか？あれとこれってエクスポートしたときに作られる JSON と、はい、このディスクライブで取得できる JSON は同一のものなのかな？別のものになりますね。エクスポートしたと、そうなんですね。はい、一回試してみたときに私はそれでだいぶ混乱していて、エクスポートしたものをそのまま流してみたら、はい、それがあんまりうまく流せなくて、でどれを指定すればいいのかってずっと見てたんですけど、今回新しくアップデートされたこちらの API を使って取得できるようになりますので、こちらのものを使っていただければと思います。なるほど、そうなんですね。なんか若干不便っちゃ不便ですね。そうですね、一回手動で作らないといけないっていうところが若干不便では不便です。これを記述しようとしたら、フローの UI 自体がこのようなこう何て言いますかね、二次元の図で表現することが多くて、それぞれのブロックでどのようなパラメータが入っているのかの指定をしないといけないような仕様となっておりますので、一回手動で作成してそれをまた取り出すっていう、一回手間が発生するはするというところが弱不便なところではあります。まあ、なんかどっちかというと、その運用中にフローの更新をするときに使うとかっていうよりは、なんか最初の構築のタイミングで、あのテンプレート化したものをパンって作れるみたいな方がなんとなく用途としてあってそうな気がします。そうですね、問い合わせフローに関してはそのような用途の方がメインになるのではないかと考えています。
で、今回、ブログの方での話によりますと、まあ、開発環境ですとか、ステージング環境ですか、本番環境で問い合わせフローをこう分けるとか、という時に結構メリットがあるという話もありますので、やっぱり最初構築する時に、テンプレートを事前に用意しておいて、その作成をするときに何か間違い、手動で作成したら間違いやすいところですとか、そういうところを防ぐことが大きなメリットになるのではないかと考えています。確かに今までみたいにエクスポートしてインポートしてって手動でやるよりは全然楽ですもんね。そうですね。ファイルを間違える可能性もありますし、なんかいつ作成したものなのかもファイルで管理しないといけないので、まあ、そういう面で考えてみると、やっぱりコードで管理できた方が間違いは減るのではないかと考えています。では、このアップデートについては以上にしましょうか。言い足りないことはないですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。最初のアップデート、9月17日のアップデートで、Amazon Connect がインスタンス管理用の複数の API を発表というアップデートでした。コン君、ありがとうございます。では、次のアップデートいきましょう。9月22日のアップデートで、AWS Perspective を発表ということで、こちら、山中さん、お願いしていいですか？ AWS Perspective を発表ということで、まあ、新しいサービスというよりもソリューションなんですが、AWS Perspective とは、アーキテクチャズを自動生成するための AWS のソリューションの一つになっています。AWS Perspective って何なのかというと、これを利用すると、アカウント内のリソース情報をインポートして、検出したリソース間の関係を分析して、ブラウザ上に可視化することができます。で、これまでも AWS でシステムを構築するときには、その前に、構築する前に構成図とか、アーキテクチャ図を書いて構築するパターンが、まあ、大体の人がそうしてると思うんですが、システムを運用していく途中で構成が変わってしまったりとか、そういった変更が構成図に反映されてないっていうことが結構、まあ、身に覚えにある方いらっしゃると思います。僕も身に覚えにあります。で、AWS Perspective を使うと、AWS 上の変更を追跡してくれるので、常にアーキテクチャ図を最新の状態に保ってくれるっていうようなメリットがあります。AWS Perspective を利用するときは、この画面からクラウドフォーメーションが用意されているので実行できるんですが、今日実行する前に一度どういうものが作られているか、使われるのかっていうのを見てみましょう。実際クラウドフォーメーションを実行すると、こういったいろんなリソースが作られて、Web アプリケーションですね。Web アプリケーションとして、ユーザーのアーキテクチャ図を描画して、可視化してくれるっていうようなソリューションになっています。で、注意が必要なところですね。料金についてなんですが、料金はこのような料金になっていて、ソリューションの中でも、各サービスですね、の料金が積み重なっているお金になっていて、これはバージニアリージョンの目安なんですが、だいたい1時間あたり 0.79 ドル。で、月額にすると535ドルなので、まあ、個人で検証で作ったりした方は、これを消すのを忘れると、月、まあ、6万円ぐらいかかってしまうので、そこは注意が必要です。で、早速、作ってみたっていうのをやっていこうと思うんですが、パースペクティブはそのリソースの情報をインポートして情報を拾ってくるので結構作るのに時間がかかります。なので事前に作るまでのところですね、動画を撮っているので、それを流して説明していきます。で、さっきの画面ですね。この画面から始める Launch in the AWS Console ですね。それを立ち上げて、こういったクラウドフォーメーションの画面になります。で、右上でリージョンを指定してあげて、まあ、今回東京リージョン作ってます。で、テンプレートが指定されているので、そのまま次へ進んでいただくと、スタックの名前を指定するところがあって、パラメータを入力する必要があります。で、ここで管理者のメールアドレスを入力してあげて、あとはですね、これ事前にコンフィグ、AWS コンフィグをセットアップする必要があるので、それに関する ES のパラメータだとか、あとはエラスティックサーチ用のサービスローですね、それも用意する必要があるんですが、これに関しては、事前用意してなければ、この create っていうパラメータを yes にしてくれれば、このクラウドフォーメーション上で作成することは可能です。で、あとはデフォルトの設定でいいんですが、まあ、データベースですね。データの格納先として Neptune を使っていたりするので、そのレプリカの設定だったり、インスタンスクラスとか、あとはユーセージメトリックスですね。それを AWS に送るかとかの項目があるので、基本的にデフォルトで大丈夫です。で、次へ押して、で、あとは、この次へでよくて、で、最後に、チェックの項目があるので、この承認しますっていうのをチェックしていただくと、スタックの作成ができます。で、作成が始まると、まあ、早速クラウドフォーメーションの、作成が始まりますと。で、この作成が全部で40分くらいかかるんですね。なので、今回動画にしていて、その途中でメールが送られますので、これを控えてください。これを控えていただくと、ですね、クラウドフォーメーションの中に、クラウドフロントディストリビューションっていう、スタックがあるので、その出力のところに URL があるので、これをクリックしていただいて、今メールで届いているものですね。それを入れていただくと、パースペクティブにログインしていただけます。はい。で、これでサインボタンですね。
で、パスワードの、チェンジをリクエストされるので、これで自分お好きなパスワードに書いていただいて、サブミットして、で、ベリファイコンタクトインフォーメーションですね。それを E メールで送るので、6桁のコードを入れるとこういう画面になります。どのアカウントのものをインポートしますかみたいなのがあるので、まあこれはデフォルトの右上のところのインポートボタンを押すと、このクラウドフォーメーションを実行したアカウントでインポートが始まります。で、これもまた、インポートするまでに10分くらいかかるんですね。インポートし終わると、この左上のところにリソーシーズっていうのが出てきているので、ちゃんと、まあ、インポートできたことがわかります。まあ立ち上げ方は以上になるんですが、実際に見てみましょう。で、これが、まあ、先ほど作成したパースペクティブ、ちょっと実は、コンフィグを事前に設定してなくて失敗してしまったので、新しく作り直しました。で、さっき58って書いてあったんですけど、ちゃんとやったら732っていうリソースが、まあ、ちゃんと検出されていると。いろんなリソースが、まあ、僕の AWS アカウントにいろんなリソースあるんですけど、検出されてまして、例えばクラウドフォーメーションのスタックの中に、今回使ったパースペクティブのスタックがあります。これを試しに開いてみると、このように、パースペクティブのスタックの中ではこういったものが紐づいてるよみたいなのが出てきます。で、このスタックではいろんなネストされているスタックが出てくるので、ここら辺を開いてみると、そうするとこういう、このスタックに紐づくリソースとかが出てきます。で、例えば API ゲートウェイとかですかね、のメソッドを一つクリックしてみると、すごいぬるって動きますね。このメソッドに紐づいているリソースがそれぞれ表示されたりだとか、あとは EC2 とかですかね。EC2 の中の VPC クリックしていただくと、こういった VPC に紐づくリソースがこういうふうに可視化されるっていうようなソリューションになっています。はい。説明としてはこれぐらいですかね。以上となります。動きが思ったよりぬるっとしてて面白いなって。なんかネプチューン使ってるせいなんですかね。多分そうじゃないですかね。関係データベースで、なんか、関係データベースじゃない、グラフデータベースか。で、それぞれの要素の関係をいい感じに出してくれるってやつですもんね。なんか、これ、ソリューションじゃなくて、普通にサービスとして出してほしいくらいですね、なんか。そうですね。この違いは何なんですかね。いろんなサービスを組み合わせて、結局ソリューションにしてるからってことですかね。っていう、かかる料金はサービスの料金なので。そうですね。そう、今回なんかソリューションとして出てきた割に結構ツイッターとかでも話題になってて、なんか珍しいなと思って、面白いなと思っていたんですけど、確かにちゃんと可視化されてるのが普通にすげえなって感じです、ね。そうですよね。夢があるソリューションだと思いますね。確かに。これって、例えば、今表示されてるけど、もちろん今後、リソースを作ったり消したりとかって、まあ、やっていくわけじゃないですか、アカウント作ったりとかで。はい、その時って、この表示自体は勝手に変わるんですか、はい、それともなんか、またインポートとか、自分で実行してあげる感じなんですかね。いや、勝手に変わりますね。あとは、そうですね、今、732なんですけど、インポート直後は本当はもっと少なかったんですけど、徐々にデータ検出して、はい、徐々に増えてきてるみたいですね。ああ、なるほど。定期バッチかわかんないけど、なんか情報をクローリングしてるような感じなんでしょうね。で、ですね、これ拡大すると、ここら辺かな？ここにお金のことも書いてあるんですよ。で、このお金のところ、私の環境だと0ドルなんですけど、これは、ですね、AWS のコストと使用状況レポートっていうのが、各アカウントにありまして、それを有効化していれば、これがちゃんと反映されるみたいですね。リソースに対する課金状況みたいなのが。あー、なるほど。はいはいはい。サブネットだから0円やろって思ったけど、サブネットの中にあるリソースとかに応じて額が出るっていう感じなんですかね、多分。そうですね。確かにサブネットだと分かりづらいな。そうなんですよね。サブネット自体にはお金かかんないなと思って。そうですね。まあ、0ドルになってるんですけど、それを有効化してあげると、ちゃんと反映されるので、そこはご安心ください。ちなみに構築していく中で、詰まりどころとかありました？なんか、時間かかるぐらいですか？そうですね。時間かかるのと、事前にやっぱりクラウドフォーメーションの実行に結構強い権限がいるので、私は集まってないんですけど、実行するユーザーの権限を注意してほしいのと、あとは、そうですね、コンフィグ。きちんと有効化して実行してくださいっていうところですかね。結構月6、7万円くらいかかってくるので、有効化は、まあ、人によっては慎重になるかなとは思うんですけど、ちょっと楽しそうですし、やってみてもいいですね。そうですね。で、加藤さんが言ったように、お金がすごいかかるので、消し方もここでお伝えしますね。で、消し方は、先ほど生成された AWS Perspective っていうスタックと、あと AWS Perspective アカウント名、あとリージョン名っていうスタックがあるので、この2つを削除すれば、ネストされているものも全部
消えて環境が全部破棄されるので、まあ、検証のために作った方はお忘れなくこれを削除してください。ありがとうございます。まあ、リソースね、たくさんあると把握するのも大変だし、見た目でというかビジュアルに確認できるのもすごい便利かなと思うので、ぜひやってみてはって感じですね。では、9月22日のアップデートで AWS パースペクティブを発表というアップデートでした。山中さん、ありがとうございます。では次、最後のアップデートになります。9月23日のアップデートで AWS グルースタジオの発表、AWS グルーのビジュアルジョブ作成及び高度な監視ということで、こちら小倉さん、お願いしていいですか。グルーにですね、グルースタジオという機能が追加になったというアップデートです。これはですね、もともとグルー使うのにですね、コードを書かないとですね、その ETL のジョブって言って、その分析のための前処理のジョブっていうのがあるんですけども、それが作ることができなかったんですけども、このグルースタジオを使うことによってコードを書かずに GUI の操作のみでその ETL のジョブを作成できるようになったっていうアップデートになります。でそもそもそのグルーどういう役割を果たしているかというとですね、データのその分析の処理の工程を見ていきます。でデータの処理の工程いくつかあるんですけども、最初にまずまあ、データを保存して、その後に加工をして分析をして可視化っていう、この4ステップあります。でこの時にグルーっていうのはこのデータの加工というところを担当してます。これどういうことをやってるかっていうと、データの蓄積されたものを分析しやすい形に加工するっていうことですね。まあ、例えばデータあるんですけども、なんか不要なデータとかがあった場合に、それをまとめて分析してしまうとデータ量が大きくなって分析に時間がかかったりしてしまうんですけども、そういった不要なデータをカットしてですね、データ量必要な分だけ取り出して分析に回したりとかですね、そういう処理をグルーでは行っています。でグルースタジオなんですけども、まあ、どういう機能があるかっていうと、まあ、ジョブを作成するっていうこのビジュアルジョブエディターっていうものと、あとそのジョブが成功したかどうかっていうモニタリングをする、そのジョブパフォーマンスダッシュボードっていうものが提供されています。ここにですね、こういうグルーのスタジオ、グルースタジオのドキュメントのページなんですけども、これ今英語しかないんで Google 翻訳でこのページ自体を日本語にしているものを表示しています。で今回ですね、この左にチュートリアルっていうのがあるんで、これを試しにやってみたので、それをマネジメントコンソールで説明をしていきます。でこれの前処理として、このグルークローラーの追加っていうのが必要ですので、これは事前に実施した状態となっています。でマネジメントコンソールなんですけども、グルースタジオを使うためには、この言語が、この左下の言語ですね、ここが英語じゃないと今のところ提供されていないです。ですので使うときには事前にですね、この言語を英語にしておく必要があります。でここに、左にですね、グルースタジオがありますので、これをクリックします。そうするとこのような画面が出てきて、この左の方が、ジョブを作成するところですね。で右が、モニターの画面が表示されます。ジョブの方を見るんですけども、ジョブはですね、ここにですね、ジョブの作成の画面があるんですけども、これは全く真っさらの状態で一から作っていく方法ですね。でもう一個がソースとターゲットを自分で指定した状態で、間にどういった処理をさせるかっていうのが定義できるようなそのテンプレートみたいなのが用意されているので、それに沿ってジョブを作ることができます。で実際にこれでクリエイトを押すと、こんな感じでソースのバケットと、変換する方法、ターゲットのバケットっていうのが表示されます。これ先ほども事前に作っているとお話ししたので、出来上がっているものをお見せするんですけども、まずですね、ここにはですね、事前にそのグルークローラーで取得したそのデータベースとテーブルの情報を指定しておきます。で、ここにですね、その取得したそのスキーマ情報とかが見ることができます。で、次にですね、ここでどういった変換をするかっていうことを指定することができるんですけども、今回は、このアプライマッピングっていうのを指定しています。で、このトランスフォームというタブからですね、今回はそのソースのキー取得してのこの左側に出てるんですけども、それを今回はですね、このクォーターというものは不要ですので、消したりとかですね、あとデイオブウィークも消したり、あとデイオブマンスっていうものはそのままデイに変更したりですね、というふうにキーを変えたり削除したりっていうのをやってます。で、最後にその変換した結果をどこの S3 バケットに保管するかっていうのをここで指定しています。で、これを作って、この右上のセーブをして、このランっていうのを押すだけで、この指定したジョブっていうのが実行されます。で、実際にこのモニタリングっていうところをクリックすると、まあ、ジョブが成功したかとか失敗したかとかですね、まあ、今実行中だったらランニングでこの青いグラフが出たりとかですね、そういったのを視覚的に確認することができます。
ブルースタジオはですね、まあ、まとめなんですけども、コードを書かずに、先ほどお見せした通りですね、こういった GUI のツールを使ってですね、実際にジョブを作ることができる機能になってますので、コードを書くのが苦手な方とかですね、そういう方にとっては、このツールは使えるんじゃないかなと思います。はい、アップデートは以上となります。はい、小倉さんありがとうございます。なんか、グルーにこういうのが出てくるのちょっと面白いなってアップデート見てて思ってたんですけど、この変換処理って今マッピングが入ってますけど、他どんなのができるんですか？まあ、フィールドをまあ変えたりとか、ドロップするとか、名前を変えたりとか、まあ、データの型を変えたりとか、このあたりをやることができますね。選択画面だとこのようになってますね。今お話したのが多分この中に入ってますね。例えば CSV で取り込んだのを JSON にするとか、まあ、データ形式変えるみたいなとかってよくありますけど、うん、まあ、そういうのとかも対応してるっていう感じですよね、はい、きっと。フォーマットを JSON でアウトプットしてます。ああ、なるほど。そこで切り替えられるんですね、はい。そうですね。はい。これ、ブロックの追加とか、その、つなげたりとかっていうのは、この左側の、なんというか、図のところで操作していくイメージですか？ちょっと今これ、正しくない動きなんですけども、例えばこの処理の前に2つのソースデータを指定するとこんな感じで2つ矢印が出てきたりしますね。ああ、なるほど。ノードの、設定値というかパラメーターの中にノードペアレントって親を指定するところがあるんですね。そうですね。この右の設定によってこの矢印がつながったりしてきますね。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。じゃあなんかビジュアルに実際その線を引いてみたいなイメージというよりは、まあ右側の設定値いろいろ入れ込んでいくとその様子が可視化されるよっていう感じなんですね。そうですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。最後に1個だけ、ビジュアルの隣のスクリプトの部分見てもいいですか？はい、ああ、ちゃんと自体は見ることができるんですけど、ここで編集することとかってできないんですよね。なるほど。今バックスペースとか押してますけども、はい、消えないんですよね、これ。うんうんうん。じゃあまあ、あくまでもコードでも確認できるよっていうぐらいのもんなんですね。そうですね、はい。あ、でもそうか、スクリプトが出力できるっていうことは、同じ処理を、別の場所に例えば持ってきたいみたいな時に、このスクリプトそのままコピーして持っていけば使えるかも。使うことは可能ですね、はい。うん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 、っていうことですよね。はい、ありがとうございます。なんかノーコードの文脈とかもありますし、こういうのこれから増えていくんですかね。そうですね。こういう、まあ、私はあまりコード書けないんで、こういうのが増えてくれるとすごい嬉しいですね。まあそうですよね。まあこれから先、こういうツールが増えていって、はい、データ処理とかもよりやりやすくなっていくといいですね。はい、ありがとうございます。では、9月23日のアップデートで、AWS グルースタジオの発表、AWS グルーのビジュアルジョブ作成及びコードな監視というアップデートでした。小倉さんありがとうございます。以上で今日の AWS アップデートは終了になります。ではここでですね、最後に今日紹介したサービスを確認していきましょう。最初のアップデート、9月17日のアップデートで Amazon Connect がインスタンス管理用の複数の API を発表。続いて9月の22日、AWS Perspective を発表。そして最後9月23日、AWS Glue Studio の発表。AWS Glue のビジュアルジョブ作成及び高度な監視。ということで以上3つご紹介してきました。サーバーアクセスはですね、この配信以外にも YouTube 動画だったりブログだったりで AWS に関する情報を配信しております。動画概要欄の方にですね、リンク記載してありますので、ぜひご活用ください。そしてですね、先週の放送でもお話しした通りではあるんですけれども、今年の3月から今回続けてまいりました AWS アップデート放送。そうですね、今回が30回目になるのかな、合ってます？はい、30回目になる今回で、残念ながら終了とさせていただきます。ちょうど半年になりますが、このアップデート放送ですね、ご覧いただいた皆様本当にありがとうございました。まあ、とはいえですね、今後もサーバーワークスチャンネルの方では様々コンテンツ上げていきます。直近だと毎日 AWS のアップデート情報をお届けしておりますラジオ感覚放送毎日 AWS、 僕が喋ってるんですけどとか、あとは弊社代表の大石がですね、クラウド業界のニュースをビジネスの視点から解説するというクラウドアップデートフォービジネスなんていう番組もやってたりします。そして今回アップデート放送自体は終わってしまうんですけれども、他のコンテンツの方の作成もですね、今ちょうどこう準備を進めているところですので、ぜひそちらもご期待いただければと思います。ということで今後もですね、サーバーワークスチャンネル皆様に役立つ情報を配信していきます。ぜひご活用ください。ということで30分でわかる AWS アップデート以上とさせていただきます。今までありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。会いましょう。